ワーク革命成功みたいなイメージがあってそういう言葉。ないと思うんで一応説明しますけど「うの線と2つに分かれてる2つに分かれてる偶数の線ということで「インの線6本組み合わせて「六十四か」っていう64パターンを作り出すものなんですね。でその中で まあ結局その全てが一つのものでその全ての一つのものから陰陽が分かれることによって陽と陰分かれることによってその組み合わせで物事が展開していくっていうような哲学を持ってるわけなんですね。実際今の 社会っていうのは今の科学の中では実際そういうふうにできてるらしいっていうことが分かってきたりとかしてるしまあ僕らが普通に使ってるスマートフォンなんかのコンピューターはもともとこの,あのライプニッツっていう人がこの陰陽の液晶を見たことによってあなるほどこうやってやればいいんじゃんってことでゼロととで計算すするような仕組みを考えたりとかしてます今回一番最初になんでこう,いう革命っていう話をしたかっていうと。 まあこの革命っていうものがあるわけなんですけど、えー、これとセットになってるのはだいたいここに「越境」って、あのー、64まで物語になってて大きな物語があってその中で「ペア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 」っていうのをあのずっとやっていくわけなんですけどその中でここに「テイ」っていう「か、あ、な、のー、えー」っていうのは鍋のことです。鍋があってこれと 取っ手があってでこれ風になってるんですけどこれ風っていうのは五行でいうと木なので木にまあなんか火をつけてでこれ3本足の3本足の器のことなんですけど器があってそこに火がついてる火が燃えてるっていうような象徴になっています。 この角っていうのはすごく大きく変わるっていうような象徴とこれは三本足で安定したまあ祭りごとですけどもその祭事に使うような大きな器のことを設定していてこの中になんかいろんなものが混ざってまあいろいろ起きているっていうようなえいろんなものが展開していて安定した状態になっていてまあその社会が成り立っているっていうような設定があります。あのこの話自体は この年っていうかこのタイミングを象徴してるんじゃないかなというふうに思ったのでちょっとだけ紹介しようかなというふうに思いました。で何かっていうとポイントは何かっていうと別に液氷が難しいこととかはわからなくていいと思うんだけど例えば「かなえー、との、えー、軽重を問う」っていう言葉があってなんかすごい昔の言葉だからあんまりあれかもしれないですけど、えー、要するにこの器が重たいか軽いかを 問いかけますっていう言葉があります。で、これ何かって言うと革命を起こすっていう意味なんですね。なんでって思うかもしれないけど、これ何かなあの軽いのかな重たいのかなっていうのはどういうことかって言うと、よっこらせはいひっくり返すみたいなことじゃないですか。<laughs> いきなりそこに飛ばないかもしれないんですけど、大変失礼なことなんですね。それが。 重いか軽いかを問いかけるっていうのは、まあ、これ祭りとですから祭りとに対して例えば今行われて政治に対してうんその敬重を問うっていうのは大変失礼なこと、ね、それ軽いんですかそれとも重たいんですかって問いかけること自体がもう無ななわけですよ革命なんですすよ革命んひっくり返すってことですからあ結構重,かっ重たかったっていうことは革命失敗。 よっこらせー革命成功みたいなイメージがあってそういう言葉があります。あとこの「川」っていう字を書いて「革命」っていうのもすごく不思議じゃないかなと思うんですけど、まあ、これ駅橋の中に生まれた言葉ですごく有名なものとしては「えー、古編とか「古編だと分かんないかもしれないけど「氷変っていうと分かると思います。人古編君子 豹変っていうふうに言いますけれども、これどういうことかっていうと、豹とか虎、えー、虎、え、虎ですね。えー、豹変は豹。で、豹変っていうと、もうなんかここにいきなり、ネガティブいや、これ怒り出すみたいな感じでイメージで使われますけれども、これ何かっていうと、鮮,鮮やかに変わるっていう意味で、彼らの皮っていうのは、えー、毛皮ですね。毛皮は生え変わるわけです。季節が来ると生え変わって。 一斉にに鮮やかに生まれ変わる形がもう全体の形が変わってしまうっていうような表現として使われます。対人って大人って書くんですけど、えー、大人っていうのはまあそのただの大人っていうよりは立派な人っていう意味です。君子っていうのは、えー、徳のある人、まあ、政治を、まあ、治めている。 王様みたいな意味合いとして使われます。で、精進は何かっていうと、精進はまあ凡人というか、まあ、なんかこうち、ちっちゃい人みたいな感じなんですけど、えー、そ,その精進に対しても言っていて、精進は何をするかっていうと、大人は古変して、えー、君主は表変して、ええー、精進はどうするかっていうと、まあ、普通の人はどういうふうにするかっていうと、面を改むっていうふうに言います。面を改むっていうのはどういうことかっていうと。 顔を変えるっていうことなんですね明日から生まれ変わりますって言って神妙な顔になるんです面だけが変わるなんか真剣な顔をするとかうんみたいな感じでいかにもやる気がある感じでやるぞみたいな顔をすごく変えるけど何も変わりませんっていうこれを このカナエありますよね器これ僕にとっては、まあ、フラスコみたいなイメージなんですけどねフラスコの下で火が燃えてる燃やされているっていうイメージでフラスコっていうのは僕らの体のここにあるものなんですけどそれをこれひっくり返してるってわかりますそれれが言いたかっただけけなんですけどこれを よこれをこのまま1 8 0度こういうのを「そうか」って言うんですけど「そうそう」「そうの関係」って言うんですけど1 8 0まあ別にこんなあの難しいことは置いといて1 8 0度ひっくり返すペアになっているっていうことなんですね。で これをひっくり返すっていうのはもう全体を書き換えるっていうことなんですよ。だから革命なんです。まあ革命が起きればですね、政治はすべて変わります。トップの人たちはみんな首をはねます。まあ今はそうじゃないかもしれないけど。ええー。総退陣してもらって。新しく生まれ変わります。っていうことが。起きるわけなんですね。でもこれひっくり返すっていうのは結構大変な話で。実は。これを。ちょっと変えると。 ちょっと一本動かすと、このちょっと一本を動かすと、これこれにならないです。この大きく変わるのが安定した叶え。わかります？えなえゆ言ってみて。一番上の棒を下に持ってくる。あなるほど。はい。そうです。こうやって持ってくるとこうなりますよね。 じゃあこっちはって言ったときにこれをこうやって持ってくると変わりますよね。ということはひっくり返すって言っても実はそこにはこうに物語的には12345初項と1 2二3 4 5で上項って言って一番上のことを上項って言うんですけどその初項を上項に持ってくる上項を初項に持ってくる。これ1本。 変えれば大きくその意味合いとしては全く真逆でひっくり返っているものですけども変わってくるっていうことが起きるっていうことなんですよねだからそれが全体を書き換えるためにはネットワークネットワークになっているからそれは全体で一つの意味を持っているから全部を書き換える必要があるんだけれどもでも実際はよくよく見ていくとパチンと一番隅っこのところを末端の部分を、まあ、体の末端で言えば指先ですけれども 末端をスイッチにして全体を書き換えることもできるんですよっていうような意味合いとして僕は考えています。で「タオタオカード」っていうその液晶のカードを僕出してるんですけど、えー、これこの「革命」っていうのは蝶の形蝶がまさなぎから蝶になるようにま三角形で作ってある蝶で。 これをシフ,ううシフトっていうふうにしてあってこれアメリカで講演する時にあのトミーさんって方と一緒に行ったんですけどトミーさんは自分のエッセンスを持っていくって言ってて「いや僕もなんか持ってきたい」って言ってすっごいスケジュール的にやばかったんですけどまあ2週間ぐらいあって印刷会社が1週間あればできるっていうから1週間でやるぞって言って。 デザインしたものなんですけどシンクロニシティこっちはシンクロなんですねシンクロっていうふうに名前を付けましたこれはシンクロのインっていうのは覚えておいてくださいで、シンクロのインがあるってことはシフトのインもあるわけでそれをまたどっかの後半あたりでお話ししたいなと思ってます結構意識しないとこれはできない形になってますよねだからそうであればオッケーです でこれがえっ、ー、とシンクロっていうことですね。であとはえっ、ー、とまあこれはこれでよくてその僕らのその存在とかを考えていくときにこれ金江もそうですけど三本足なんですね。なんで三本足だからわかりますか。昔のあの歳時のための大きな器ですけれども二本足じゃダメなんです。 走っちゃダメなんですよ。二本足、まあ、じゃあ一本足でどうだって思ったら結構大変かもしれないですね。ダメなんですよ。三本ないといけないんですよね。三本ないといけないっていうのはとあの僕らのふ普通の感覚というかその、えー、存在するときにも同じで例えば点って存在するんですかっていう一点点はこれ見えますけど。 これ見えるけどよくよく見てみるとここでもうなんか点じゃないんですよちちっちゃななモヤモヤとしたものがあるわけなんですだから本当の点っていうのはこれですっていう感じになりますよね見えないわけなんですじゃあ線だったら見えるかっていうと線もこうなってんだけど太さがあるわけなんですよね太さが。でも本来太さがないしそもそも無限に続いてるのが直線ですから線は ずわーって続いてるわけなんですねということでやっぱり認識できないっていう風になりますでここにもう一点加わるとここで初めて面積が生まれるんですよね面積が生まれるとこれは厚さはないかもしれないけれどもこの面積が生まれると初めてものとして認識することができますという考え方というか哲学みたいなものがありまして僕らも